クラウンをつけてもらった時、もうすごく信じられなくって夢かと思いました。日本代表となって目標あります？ WFP で活動をしていきたいと思っています。ただこう食べ物を配るだけではなくって、現地の人と同じ食べ物を食べて交流するっていうところがすごく私は感動したので、私は料理教室の先生だからこそできる食育とかも一緒にやっていきたいと思っています。